チャールズ・ファーガソン・スミスは、アメリカ陸軍の職業軍人であり、米北戦争に従軍し、南北戦争では、北軍の将軍だった。スミスは、ペンシルベニア州フィラデルフィアで、軍医の息子として生まれた。1825年に、陸軍士官学校を卒業し、第二アメリカ砲兵連隊の将尉に任官した。平和時の軍隊ではゆるりと階級を昇進していったが、教官として、 ウェストポイントの士官学校に戻り、中尉として陸軍士官学校長に指名され、その職を1838年から1843年まで務めた。米北戦争ではザカリー・テイラー、ウィンフィールド・スコット領将軍の下で使え、パロアルトの戦い、レサカデラ・パルマの戦い、モンテレーの戦い及びチュルブスコの戦いで、砲兵大隊の指揮官として、 頭角を表した。これらの戦闘における貢献で少佐から大佐まで名誉昇進を果たし、終戦時には正規軍の中佐になった。終戦から1848年までメキシコシティで警備隊に勤めた。1856年から1857年のミネソタ州でレッドガー遠征隊を指揮し、1857年から1860年は、 アルバート・ジョンストン将軍の下で、ユタ巡州の任務につき、1860年から1861年は、自ら、ユタ方面軍を指揮した。南北戦争の開始時点では、ほんの短期間メリーランド州のワシントン取り出に、駐屯するワシントン方面軍を指揮した。1861年に、南北戦争が勃発した後で、ニューヨーク州コロンバストりでの指揮官として、 徴兵任務に就いた。8月31日に志願兵の巡将に任官され、また9月9日付で正規軍の大佐として第三アメリカ風評連隊を指揮することになった。間もなく西部戦線に転属となり、ユリシーズ・グラント巡将の下にあるミズーリ方面軍の師団指揮官となった。グラントはウェストポイントでの教え子だった。 このことは気まずくなる可能性があったが、スミスが若い司令官に忠誠を示すことで、和らげられた。1862年2月のドネルソン取りでの戦いでは、スミスという古参士官が、新入りの志願兵ばかりの手団を率いて成功した。スミス自ら率いた、南軍右翼側面に対する攻撃中、部隊兵が臆している様子があった。スミスは、昆蓄将、諸君、 こそこそ動く者がいる。ここではそんな奴はいらない。さあ行こう、志願兵たちよ。さあ行こう。お前たちにはチャンスだ。お前たち志願兵が国を愛するために戦死する。今それができるんだ。と鼓舞した。スミスの経験、威厳及び無視の性格は、グラントにとって、戦争初期の大黒柱になった。西部戦線の司令官ヘンリー・ハルック少将は、 グラントを信用せず嫉妬しており、実質的にグラントを指揮官から解任して、スミスにミシシッピ州コリンスに向けてテネシー川を遡る、遠征隊を率いる責任を割り当てた。エイブラハムリンカーン大統領の干渉によって、最終的にグラントは指揮官職に戻った。スミスはテネシー州サバンナでボートに飛び移る際に足に重傷を負うという事故に遭い、 野戦任務につけなくなったので、結果的に、ハレックの行動の意味をなくした。シャイローの戦いでは、スミスの上級順章が、スミス師団の指揮を取った。スミスは、足の傷に伴う感染症と、常習的な赤痢が原因で、サバンナで死に、フィラデルフィアのローレルヒル墓地に埋葬されている。スミスという高級将校がその経歴を早く終えた、ことで、北軍は、 最良の指導者を奪われ、社医の戦いでは未経験な将軍たちのために大きな犠牲を払うことになって、この時ほどスミスのいないことを重く感じられた時はなかった。スミスはその死の1ヶ月前に志願兵の少将になっていた。モンタナ巡州のパウダーリバー群にある CF スミストリではスミスにちなんで名付けられた。ありがとうございます。